こんにちは、ケンユです。今日はですね、アボカドの枝を上方向に誘引するための支柱をですね、立てていきたいと思います。で、本日6月30日なんですけれども、アボカドの果実に袋掛けをしてから2週間経ちました。アボカドの袋掛けをしたのが6月14日なので、16日経った状態がこういう感じですね。で、一つの枝に対してね、結構な数の今回果実が実ったんですよ。で、そのおかげでアボカドの果実の自重のせいで枝がね、ものすごくね、垂れ下がってきたんですよこんな、もう本当にね、こうしなってるんですよね、ぐにゃーって。で、見えますかね、もうすごい。で、もうまだ2週間ちょっとしか経っていないんですけれども、かなりですね、もう本当にこんな感じですね。すべての枝という枝がかなりアボカドの重さで下方向に引っ張られている状態です。で、アボカドのこの枝の2本ぐらいかな、2本ぐらいがもう地面にちょっとついちゃっていて、こんな感じですね。うん、地面にちょっとついちゃっているので、これもですね、もうこれはやばいなと思い、急遽ですね、今回は支柱を立てようかなと思います。で、今まではですね、下方誘引してたんです、下側に誘引をしてたんですけど、なんかね、こう垂れ下がってきたんで、今度は上側に逆方向にね、こう持ち上げる、ということをやりたいと思います。で、一応ここもすごくね、垂れ下がってはきております。こんな感じですね、ここ側も垂れ下がってきているので、今地面についている分と、もう枝がね、折れそうな分は上側に誘引をして、で、残りはですね、また後日ちょっとやろうかなと思います。ちょっと最近ね、朝から働きすぎてね僕朝一からやってるんですよ。で、今昼の3時なんですけれども、すごくね、もう倒れそうなので、これだけ大ハンマーで、3本ですね、向こうとこことここですね、大ハンマーで打ち込んで、杭を立てて、そこにね、引っ張ろうかと思います。ということで、ちょっとだけやっていきます。ではね、作業に移ります。あー、ハンマーが重たい、ハンマーが重たい、腕が痛い、上がらない、ハンマーが重たい、あと1本がつらい。あー、よし、頑張ろう。うん、最後の1本いこう。はい、ようやく作業が終わりました。鉄パイプを3本ですね、1、2と、あ、奥ですね、3本打ち込んで、誘引するための、上側に誘引するための鉄棒ですね、もっと高い位置にあったら良かったんですけど、ちょっとね、長いパイプがなくてですね、これでやっております。うん、はい。で、めちゃくちゃ下に垂れ下がっているものを上側に引っ張っております。で、このね、囲い、本来であれば多分ね、20分とか30分ぐらいでパパッと作れるんですけど、途中30分ぐらい休憩したりして、はい、1時間ぐらいかかってしまいました。地面についている、ここね、地面についていた枝に関して、ロープ2本ですね、引っ張って上に止めております。うん、そしてあと作業中にですね、2つ落ちておりました。1つは多分僕が落としたと思うんですけど、もう1つはね、下にね、落ちてましたね。これ、うん、うまく受粉できてないのかな、種が入ってないのかな、うん、なんか他の個体と比べるとこれですね、かなり大きさが違いますよね。うん、これビニール外したんですけど、はい。で、あと1つがこれかな、花皮が、真っ黒くなってちょっと軟化しております。かなり柔らかい、押したら、あ、うん、押したら破ける。スマホを右手で持っているので、うわっこんな感じ、うん、食べれるかな、ちょっと食べてみたいな。これはですねゴミ箱にっぽいですね、はい。本当に今この状態でね、食べると美味しくないんですよ。前回ね、摘果した、このぐらいのサイズよりも大きいサイズのやつ摘果して食べたんですけど、
全く美味しくなかったのでおすすめしません、うん、ということでね、はい、少しカメラを切り替えていきたいと思います。はい、今回もですねご視聴いただきましてありがとうございます。2週間前袋をかけた時はですね、まあ、ここまでサイズが大きくなくて枝もそこまでこう垂れ下がってはなかったんですけれども、今かなりですね、垂れ下がっていて地面にこうペターっとつくような、枝も、ありました。はい、かなりね成長が早いですね、うん、あっという間に1週間1週間、姿形を変える、まあ、アボカドの木にですね、すごく感動を覚えながらこう作業を楽しんでやっております。こう日中は30度ぐらいでねすごい暑いので1時間ぐらい外に出ると本当に、まあ、死を覚悟するぐらいのね暑さなんですよ。なので衣装を書いて出るのもねこう割りかし冗談じゃないなっていう感じの、今、うん、天候ですね。まあねこう、まあ、休憩しながらね30分に1回こう水を取ったりしながらねこううまくやっているので一応まあ大丈夫だと思うんですけれども、まあ、無理のない範囲で、アボカド栽培をやりつつで、アボカドを収穫するまで、まあ、いろんなハプニングが起こると思うんですけれども、その都度ね、アボカド栽培をされている方の、まあ、参考になればと思いこう動画にしようかなとし続けようかなと思っております。はい、そんな感じです。このチャンネル面白いと思った方ぜひ、いいねボタンの方を押していただけると、嬉しいです。はい、僕のテンションが上がる仕組みになっておりますのでぜひよろしくお願いいたします。あとチャンネル登録の方もよろしければお願いいたします。今回もご視聴の方ありがとうございました。バイバイ。